ベース北本のティーン中村吉田かよっしゃヒールマー俺だ俺だ発進高橋さん、今日の、ベースカバー体験いかがだったでしょうか。まあ皆さん必死になってこう追っかけてくれてる姿が良かったかなと思いますね。まあやっぱり難しいプレーだったのかなというふうに思いますね。サラリーマンナイトといろいろこう体験したプレーも少しずつ高度になっていると思うんですが、これに関してはいかがでしょうか。はい、普段ねノックしていて、まあ今日みたいなプレーができるかなと思って今日、トライしてみましたけども、まあうまくいったところはですね、初めての仲間っていうんですかね、いいプレーできたらこう、まあ、タッチをしたりとかいう雰囲気があってすごい良かったと思います。だから今日の、ベースカバーのポイントちょっといつか教えていただきたいんですが。そうですね、まずピッチャーの人は直接ベースに行くんではなくて少し弧を描いてですね、ラインの方から入っていくとスムーズにベースが、踏めると思います。あとファーストの人は、ピッチャーは走ってきますんで少し前に優しくトスをしてあげるといいかと思いますね。最後に、ファンの皆様に一言お願いします。西武ドームに来てください。待ってます。